行きます。走ってきます。ここが鹿島神社です。で、鹿島神社の横からこの赤鳥居から登山ルートが始まります。ここから行ってきます。開始3分でこの山です。こっちが瀬戸内海、ね、高砂姫路の山々です。ここからまだまだ登ります。ほぼランしてません。トレイルウォークです。ここから登るよ。岩盤、やばい、いや、重いな、こんな姫路高砂にこんなとこあったんですね。素晴らしい景色。ここから下って登ってあそこです。あそこが頂上、高見倉、高見倉まで一区画行きます。ありがとうございます。これがこれなんか、さあ、皆さん、そろそろ着いたんじゃない、着きましたかね。さあ、じゃあ下山していきます。さよなら高見倉、また会いましょう。
下山ルートは長尾っていうところまで、この山を伝って元の鹿島神社へ平地で走っていきます。行きます。いや、いきなりの岩。さあ走るか思ったら、ただの下山。ゆっくり行きましょう。危ないからな。これはすごい。ただ景色が、ただ景色はすごい。よいしょよいしょ。から下山してちょっと上昇もするけど、基本は下山です。よいしょ。やっぱ膝に来るね、下りの方が。着地をしっかりと、よいしょ、集中、全集中じゃないとな。古いか、古いか、いや古ないやろ、いや古いか。高見倉、さっき言ったところで鳥居渡るかな。鳥居からスタートして山登ってずっと来ました。ここから OK、 地上に降ります。地上に、よっしゃ。じゃあき地上に降りました。どこですか、ここは。ここから鹿島神社までロードでちょっと走ります。だいたい10分ぐらいかな。じゃあ、あとは駐車場行くだけです。バイバーイ。さあもうすぐです、もうすぐゴールです。We are the one. We are the children. We are the one. Forever. 見えるかな？左方向です。ここから走って、あっちに走ってきました。およそ600メートル先、目的地は右側です。まっちゃんの今までの動画もチェックしてね。